反政府武装勢力タリバンが攻勢を強めているアフガニスタン情勢についてアメリカの国防総省は9日間違った方向に進んでいると危機感を示しましたアフガニスタンではタリバンが9日までに6つの州の州都を制圧し そのの支配地地域は、全土ににあるる区の半数以上に当たるに及んでいます。アメリカ国防総省のカービー報道官はアフガン政府軍への支援は続けるとしつつアメリカ軍の撤退を8月末までに完了させる計画に変更はないと強調しました。